アンダース・フリーデンは、スウェーデンのヘビメタルミュージシャン。イン・フレームスのボーカリストとして著名。また、同バンドでは、作詞、作曲も行っている。この他に、音楽プロデューサー、レコーディングエンジニアとしても活動している。また、ラッツやレコードの A&R としても活動している。スウェーデン語に近い発音では、フルネームでパール・アンデシュ・フリデーデンとなる。また、イン・フレームスの、 セカンドアルバム、ザ・ジェスター・レイスの日本版においては、アンデッシュ・フリーデンと記載されていたが、サードアルバム、ホーラクル以降は、英語読みのアンダース・フリーデンへと表記が統一された。1989年にデスメタルバンド、セプティック・ブロイラーを結成し、活動を始める。セプティック・ブロイラーは、翌1990年にダーク・トランキュリティに、バンド名を変更している。ダーク・トランキュリティは、 1992年にスパインファームレコードと契約し、1993年にファーストアルバムスキーダンサーでデビューしている。その後、アンダースは音楽的意見の創用理由にダークトランキュリティを脱退している。ダークトランキュリティ脱退後、セレモニアルオースに加入。セレモニアルオースではセカンドアルバムカーペットに参加。その後、セレモニアルオースは解散している。 セレモニアルオース会3前後の1995年にインフレームスに加入。1996年リリースのセカンドアルバムザ・ジェスター・レイスから参加するようになる。以後インフレームスのフロントマンとして活動していくこととなる。またザ・ジェスター・レイスではダーク・トランキュリティのニクラス・スンディンと共作で作詞を手掛けるようになった。フォースアルバムコロニーからは アンダース一人で作詞を行うようになる。ただし、ニクラスは作詞はしないものの、スウェーデン語から英語への翻訳を手助けを続けていた。またサイドプロジェクトとして、ニューメタルバンド、パッセンジャーを結成し、2003年には、ファーストアルバム、パッセンジャーをリリースしている。パッセンジャーには、インフレームスのニクラス・エンゲリン、元ガーデニアンのホーカンスコガー、ドリーム・イーブルのパッド・パワーが参加していた。 現在、パッセンジャーの活動は停止している。2002年のレロー・テツーリメインでイン・フレームスの音楽性が大きく変わったのと同時期に髭を伸ばすようになり髪型がドレトロックスになった。また同アルバムからボーカルスタイルも大きく変わった。低トーン、ハッシュボーカルはハイピッチのスクリームへと変化した。また、クリーンボーカルも使用するようになった。さらに、 同アルバムからは作曲にも携わるようになった。また、1997年頃からレコーディングエンジニア、音楽プロデューサーとしても活動している。インフレームスでは2002年のレローテツーリメインからミキシングに参加するようになった。2007年にはニュークリアブラスト設立20周年を記念して結成されたプロジェクトニュークリアブラストオールスターズに参加した。 2010年に2002年頃から続けていたドレトロックスを切り外見が大きく変わった。妻と息子一人、娘一人がいる。また弟がいる。DVD 鑑賞を趣味としている。アンダースはザワン・ウィズ・ザ・モースと DVDS ・ウン・ユーダイ、ウィンズが好きな言葉であると述べている。また、 ウイスキーの熱心なコレクターとしても知られている。地元イエーテボリのサッカークラブ、イフックイエーテボリのサポーターでもある。インフレームスのライブで、たびたび来日しているが、日本では、寿司と日本の酒が好物であると述べている。 h t t p w w w r a t s i t <ッ> s, <S, <ッ> <S, s e b c r e p o r t s m a l l a s p x i d d p c j 7 p i p 2 y m 6 z m 5 b イ e g ル k e ノイ m u d n o i s e m u s k 9 1 v 6 i h a t a b f r e e d e n ダースインフレームスインタビュアー米沢明激ロック http://gekirock.com スラッシュインタビュースラッシュ2014スラッシュ09スラッシュインフレーム php 2014年9月7日閲覧ありがとうございます